グッモーニングサンシャインで始まるんで。グッモーニングサンシャイン。そうだね。おかやり。心にビタミン C、バリトン系。はい、これね、今回コラボ動画でございます。どう思いました？何が？私が告白した時どう思いました？いきなりなんの？いきなりなんの？もっとこう、ありがとうございます。自己紹介とかさせてよ。私の高校の時の2個上の先輩がですね、はい、なんとヘイスミスの猪狩くんだということをね、ちょっと自己紹介お願いします。いや、言ったよ、全部言った全部言った全部言うたった。どうもヘイスミスの猪狩です、よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そうなんですよ、あのフォロワーの方から、あれ猪狩さんと知り合いなんですかみたいな、あ、そうなの、 DM むっちゃ来て、私は一回猪狩くんのインスタにコメントしたんですよ。なんかそれのスクショを送ってきて、猪狩さんがなんかココさんにコメント返してるみたいな、どういう関係なんですかみたいな、で、実は高校の先輩なんですよっていうお話をね、その人にしたんですけど、はいはい、皆さんちょっと知らないんで、はいはい、です、2個違いの高校の、同じ高校です、全然ちゃんと喋られないなんか酔っ払ってきた、ちょっと酒飲んでて、すいません。あのサッカー部のマネージャーをしてまして、ああそうですね、それ庄司高校で、はい、で、2校への先輩だったんですけど、ずっと卒業してからも なんやかんやで連絡取ってましたよね、うん、なんか年に 1,2 回ぐらいなんか飲んだり飯食ったり、あったりしてて、であとインスタでよく絡んだりとかさせてもらってたんで、猪狩くんに、まあ芸人さんの友達多いじゃないですか、猪狩くん、はいはい、で私芸人になって、で芸人になるってなった時も猪狩くんに相談したりとかしてたんで、うん、これから活躍していくためにノリリに必要なことをちょっと言ってほしいな。そんな真面目なやつ、真面目なやつ、え、この YouTube、うん、ふん、いや俺そん、いや、うん、ふんちゃうの私がこれから芸人で、まあ、成功したいじゃないですか。はい、そりゃそうですよね、はい、はい、でそれに向けて、まあ、共通してる猪狩くんの芸人の友達の中で成功してる人に共通してる点やったりとか、はいはい、あとはもう普通に応援メッセージとか欲しいです私に向けてなるほどね、はい、あ、なるほど、あ、周りで成功してる芸人さんの共通点、共通点とか、なるほどね。でもやっぱね、みんなめちゃくちゃ常識人、え、それ男性女性関係なくですか、うん、うん、すごくなんかやっぱ芸人さんやから、おもろい時めっちゃおもろいし、そりゃちょっと的外れなこととかわざと狙ってやってくるけど、やっぱ根本の常識をみんなめっちゃ持ってる。でなんか常識持ってるから、常識じゃない的外れなことを言えるんだと思う。それがおもろいっていうのを分かる頭の良さがいると思う。なるほどね、うん、まあ、高校の後輩じゃないですか、はいはい、で今までいろいろ仕事を私はやってきたんですよ。 CA やったりとか、うん、あと英語学習のコンサルタントやったりとか。なんで芸人になったの何してんの？そうなんですよね、なんかむちゃくちゃ仕事やってアホちゃうずっと言う、アホやずっと言う。でまあでも自分が生きたいように生きようと思ってこうなったんですけど、はい、でまあ今ちょいちょいテレビとか出させてもらってて、うん、高校の時のなんか片鱗あったんかなみたいな。ああ、高校から片鱗はガンガンあったよ。で、そうね、そうそうそう。そのリアクション、その顔よ。顔芸行くやん。でも私そんな高校の時、猪狩くんの前で顔芸とかやってました。だから3年生、まあ、俺は2個違いから、うん、俺が3年生の時は、こう3年生に対しては結構ちゃんと真面目にやってんねんけど、これ1年生だけでいる時とかはもう全然顔が違うのよ。ふざけ狂ってんのそれを遠くから見て俺らは微笑んでたよ。いや嬉しいあの子ほんまはああいう子なんやろうなって微笑んでたよ。あ、じゃあなんか明るい子やなみたいなの思ってくれてたんですか？めっちゃ思ってた。でもそんななんか話す機会なかったじゃないですか、高校の時は。そう、やっぱちょっと気使ってましたもん。怖かったっていうのは、その他の人たちと固まっている時結構。あ、でも俺多分1年生の女の人の中ではめっちゃ喋ってた方だと思うんで、うん、おもろかったよ。いやでもそんな思ってくれてると思ってないですもん。まあだから出えへんから顔に。あ、俺が、はい、え、でもずっと思ってはいた。本当ですか？うん、嬉しい。まあでもこういう質問されたからもうそう言うしかないし答え方としておもろかったですよとか動画でちょっと言うしかないよ。まあまあそうっすね、うん、絡みサッカー部マネージャーの1年以外なくないですか、1年生って。女子、はい、あんまないと思うな。覚えてないっていうか、どんな可愛い子いた？
やっぱそこなんですよね。可愛い子から入りますもんね、うん、全員そう。1年生はでも猪狩君の代と比べたら可愛い子全然いなかったんで。やめたれよ見てんぞその1年生。いやいやいや、今は皆さんねやっぱ可愛いかもしれないですけど、やっぱ猪狩君2個上の先輩ってかっこいい人可愛い人むっちゃいたんですよ。まあいたね。 いたっすよね。いたいた。しかも猪狩君のまたさらに1個上とかの人が OB 会とかで来るじゃないですか、はいはい、もうベラボーに可愛くてみんな全然レベルなんかモデルみたいな人ばっかりやったんですよ。顔とかもなんかそれに比べたらやっぱ1年生ちょっとしょぼかったんで。やめたねってでも女子はマジでほとんど喋ったことないと思う。そうですよね、うん、体育祭の時にちょっとなんか話したかなぐらい。じゃあノリリンとの高校時代の一番の思い出とかってあったりします？高校時代の一番の思い出、高校時代は分からんねんけど、でもその冒頭でおっしゃったように、はい、やっぱ告白してきたよねそれが一番覚えてるよね。覚えてくれてるんだ、うん、絶対無理やから。うっそー、絶対的に無理。うわ、あの時は優しく断ってくれたのにな、うん、心の中でもいけるかアホいやいや結構寒かったんすよ。そうやったっけ。寒かって私猪狩君になんかライターあげた覚えやった。そうやで、そう覚えてます、うん、覚えてる。あの青いライター。おお、そうそうそう、ライターあげてこうちょっと高いライターっていうか、まあ、ジッポみたいな。たぶん猪狩君の猪狩君誕生日1月31日じゃないですか。おお、よう知ってんね。そうなんですよ。すごい。多分その後か前かぐらいやったんで、うんうん、まあ、誕生日プレゼントも兼ねて渡したんですけど、コッパみじんでしたそうですね。そのライターも一切使ってない。ひどくないなんかそれがじゃあ一番の思い出ですか。そうやな、だってやっぱ告白ってされないからね、学生時代。そうか、うん、高校ぐらいはあるけど、高校卒業してからやんか。そっか、そうですよね。そうそうそう、大人になってからやから。そんなんなかなかないやん。大学か、そっか。あれ大学一緒だったっけ。ちゃいますよ。大学どこ。私、流通科学大学で。どこそれ。木村くんが落ちたとこです木村くんが落ちて私が良かったとこです神戸の普通の私立の4大なんですけど。あ、そうなんや、はい、猪狩君、はい、関西以外で言っていいんですか。あ、全然。関西外大の短大ですよね。そう。なんで全然絡みはそこはなかったですけど。そうなんだ、はい、なんかもう多分急に呼び出しましたよね私、うん、急に呼び出して美濃高校の前に来てください。そう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 、外で告られてるの。やばない外って。いや普通外ちゃいます。いや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 、ちゃうやろ。どこ、じゃあどこっすか。いや、なんかご飯食べに行ってとかさ、うん、あるやん。ご飯もなしに集合告白やで行けるわけないよ。デイリー山崎前やろ、うん、そうです。デイリー山崎前や。無理やって、それは無理やった。ちょっと戦略足りなかったっすね。で、なんか今思い出したけど、もう一人サッカー部に女の子のマネージャーがいて、なんか俺その子にも告られましたよね。いや、告られてはないんですよ。告られたっけ。告られてますって告られてますって、なんか私聞きましたもん。なんかご飯誘われてん多分、うん、で別にご飯行ってんの多分。そしたらなんか、なんで行くんですかみたいな感じで、なんか怒ってなかったいや、私直接言いましたそれ、うん、やばその子その子言ってた。そんなん言ってたんや。うん、言ってたって言った。でも多分その彼女も告ってるんすよ絶対。そうやったっけ。それサッカー部マネージャー内で、だからあ、やっぱ1年のマネージャーは一回猪狩とんねんなみたいななったんすもんやっぱその、あ、そういうモテようとしてるんかなみたいな。いや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 、そうモテたらいいですよそれは。まあまあまあね、なんか私が多分振られた後やったのかな。そう、ちょっと覚えてないですけど、時系列わかんないですけど、嫉妬してたんでしょう1年なんか行っとるみたいな。いや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 、飯行っとるみたいなすいませんでした、ね、いやいや、とんでもないです、はい、それ以外、なんか学生の時のイベントとかあったじゃないですか、うん、まあ、文化祭もそうやし、うん、体育祭もそうやし、うん、なんかそういうところで特に印象に残ってることはない。印象に残ってんのはサッカー部のなんかとか。あ、サッカー部のね、あの青いプーマのジャージあったん。あ、はい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 、ジャージ青かったの覚えてる。覚えてますよ。こういうプーマのあのこの長袖のやつでしょ。そう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 、はい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 、それがみんな着てて、なんかモリリンだけなんか異常にでかいサイズ頼んでてんの多分
で、それ見てみんなで笑ってた。ひどくない？ひどくない？ぶっかぶかの全然サイズ合うてへんジャージ着てるノリで見て俺ら指さして笑ってた。ひどくない？ごめんな、全然いいっす。え、そうやったんかな、うん、あとなんか前髪をなんかビシってしてた時があってこう横にバーってね、なんかピンでこうかすって止めてる時があってあれ見て俺らめっちゃ笑ってた。ひどくない？ほんまにそんなんばっかりですやん。あとね、ノリリンがルーズソックスから紺のハイソックスに変えた時期があったの。ほんまよう見てますね、うん、そういうのだけは。そう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 、で、それ見てみんなで笑って。だからひどいて。ほんまひどいて。いや、こんなん言うてますけど、でも意外かほんまに愛情があってみんなに平等にね、接してくれてる優しさがある人やったんで、まあ、そんなん、今もこんなん可愛い後輩やから言うてる、そうですよね。それでいいんじゃないですか、ね。ちょっとこれから私が加速していくためにアドバイスください。アドバイスって俺芸人さんちゃうもんね。でもまあその芸人っていうか、まあ芸能界というかそのエンターテイメントをするにあたって、6つ、でもさ、まずどっちが決めといた方がいいんちゃう。どっちが決める？自分がやりたいことを貫く人になるか、はい、向こうからやってほしいなと思うことをやれる人間になるか、それ決めた方がいいと思う。それ両方はダメなんですか？いつか変な感じになると思う。そう、あのどっちかがあるからどっちかもゲットできるっていうか、なんか例えば俺らやったら、じゃあ日本語のタイアップで、はい、ありがとうっていうフレーズを入れていう歌詞を、曲を作ってください、うんうんうん、でそれが例えばじゃあギャツクのタイアップですとか、はいはいはい、やってきた時にやっぱ俺らは断れるのよね。てか断ることがもう決定してるから、そんなの。でもそれってやっぱこっちがやりたいことをやりたいから、うん、でそれを決めとかないとそういうとこで迷い出てくるやん。え、でもそのタイアップって言うたらむちゃくちゃでかい、むちゃくちゃでかいじゃないですか、うん、でもそこを断ったらまたそれぐらいの大きいチャンスが来るかどうかって分かんないじゃないですか、うん、基本ないやろね。それでも貫く、うんうんうん、やっていうのもこの間、まあ、今まで言えないんですけど、ちょっと大きい自分がすごい出たかったテレビの収録があって、で、まあ、それ終わった後にちょっとマネージャーに呼ばれて、まあ、すごい良かったよと、良かったけど、まあ、フィードバック両方もらったんですね。グッドポイントとインプルーブしなきゃいけないともらって、いきなり CA 君が、すいません、そのインプルーブメントの方で自分でも成功する芸人さんになるためには、なんか自分が目指す道っていうのをなんかもうブレちゃいけない、もうまさに猪狩君が言ってくれたみたいなことを言われたんですよ。バンドマンさんもその急に売れたりっていう、こうじゃないじゃないですか、うん、こうじゃないですか。まあそれ人によるよ。あ、そうなんや。俺らはすごい緩やかに言ってると思う。爆売れした曲がないし、爆売れしたアルバムないけど、まだ伸びてる、まだ前の作品よりちょっとずつ売れてる。それなんかそうなるために意識してたことあるんですか？は、あ、流行りを作らないし流行りに乗らないっていうこと。なんかこう、まあ、ジーパンとか革ジャンみたいな感じで常に、同じもので良質なものっていうのは目指してる。自分貫く。いや、どっちでもいいと思うで。貫き来たかったら貫いたらいいし、なんか期待に応えたかったら応えたらいい。うん、貫きたかったらこう向こうがじゃあこういうこと言ってください、うん、じゃ言いたくないとするやん、うん、だからこれ言うって言うしかないよね。言うって言ってこういうこと言ってくださいって言われたものよりおもろいことです。それしかない。それをノーっていうのはちょっと違うと思う。超えてけってことですね。うん、そしたら自分が考えてた台本よりおもろい、こいつ呼ぼうってなっちゃう。頑張る。何やねん。でもちょっとこれから猪狩君に負けないように頑張るんで、はい、僕も頑張ります。はい、お願いします。え、お願いします。お願いします。お願いします。OK です。